ヤマトユーガチャンネル、いつもご覧いただきましてありがとうございます。ヤマトユーガチャンネルではメンバーシップを始めました。ヤマトユーガの不思議の国のユーガ、ユーガインワンダーランドというメンバーシップです。このメンバーシップに入ると特典があります。メンバー限定のライブ配信もございます。楽しいことが山盛りですので、ぜひぜひご入会ください。メンバーに入る入り方は概要欄に書いてあります。そちらの方からお入りください。今日は私の愛用している怪盗クイーングッズを皆さんにご紹介したいと思います。はい、今日も隣にクイーンくんが一緒です。ということで、まずは乾杯をしましょう。素敵な一日にトースト。あー、美味しい。はい、さあ、これを紹介したいと思います。こちらです。出ました。これは長方形の何、缶バッチ、缶かな、うん、バッチですね。後ろがこういう風になって、いろんなバージョンがあって、はい、これ怪盗クイーンがワインを持ってね、トーストっていう感じの、はい、こういうの、これは皆さん、こうバッチ系はどうやって使いこなしてます？上角、これはね、あの、これやっぱりあの、なんていうんだろう、場面を思い出すのにいいんだよ。怪盗クイーンのスイッチを入れるのに、あー、これねっていうふうに思い出して、こう怪盗クイーンを体の中に入れるみたいな、そういうのにぴったりだよね。こういうほらスリッパでね、ちょっといたずらっぽい顔してるクイーンとかね、こういうかっこいい赤ワイン飲んでる怪盗クイーンとかで、ジョーカー君とのこういうこういうこうイラストを見ると、あーって、なんかこう、そうそう怪盗クイーンってこう体の中に入ってくるという感じで、だからいつも見えるところに並べて置いておく。まあ、これはあの、なんかちょっとトランプみたいにこういつもこう切る感じでこう見るとなんかこういいかなっていうふうに思います。はい、これもそうだね。ポストカード、このポストカードをね、やっぱこれ飾っておく、これはやっぱ飾っておくのが一番。もうそうするとなんかこう気分が怪盗クイーンモードになってくるっていうことですね。はい、クイーングッズたくさんあります。でもめちゃめちゃ使えます。ということで、これからも、怪盗クイーングッズを紹介していきたいなと思うので、またぜひご覧ください。今日の動画、わーおいいねと思ったらグッドボタン、それからコメント、それから、番組のチャンネルの登録もよろしくお願いします。私はこういう風にグッズを使ってるよっていう自分流の使い方とか、そういうのもコメントでいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。私も参考にしたいなと思っています。ということで、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次のバージョン楽しみにしててください。では、au revoir。